村上農園 YouTuber 部。こんにちは、村上農園です。豆苗は一度切ってもまた生えてくる再生栽培のできる超お得な野菜なんです。でも実は上手に再生するためにはちょっとしたコツがあります。そこで今回は豆苗の再生栽培に関するクイズをご用意したので、皆さんぜひ一緒に考えてみてください。村上農園では問題です。豆苗を再生栽培するとき、どこで育てるのが一番いいでしょうか。1. 台所などあまり日の当たらない室内。 2. 窓辺など明るい室内。 3. ベランダなど直射日光の当たる室外。さてどれでしょうか。そこまで。正解は2番、窓辺など明るい室内でした。植物の光合成には光が必要なので明るい場所が適しています。茎や葉っぱの緑が濃くなり元気な豆苗に育ちます。ただし室外では虫がつきやすかったり暑くなりやすいため、室内で育てることをおすすめします。村上農園、皆さん正解できましたか。ぜひ再生栽培に挑戦してみてください。この動画の高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。村上農園の辻でした。バイバーイ。村上農園 YouTube